常にフルスロットルなんで大丈夫ですかこれ。イベントなんかどんどん見ていきましょう。レッツゴー。この番組はゲームをプレイするのはもちろん、e スポーツに関係ある人物や企業、団体に会いに行くなど、e スポーツを楽しみながら学ぶ番組、e スポーツで知多半島を盛り上げます。知多半島 e スポーツ部。さあ始まりました。知多半島 e スポーツ部。なんと今日は僕一人なんですよね。でもまあ今日でもこの知多市産業祭りというものに来ています。その中でですね、この勤労文化会館というところの中で e スポーツのイベントをやられているということでね、今日はその取材に来ました。まあ、かなり盛り上がりがあるんじゃないかと思ってワクワクしております。ね、今からちょっと行っていきたいと思いますんで、じゃあ行ってきます。詳しいお話を何度も番組に出演していただいている知多市役所の松井さんに聞きました。詐欺祭りどういうものなのかご説明いただけますか。はい、知多市、今回で51回、51回目ですね、すごいですね、はい、半世紀、はい、でどういうイベントかというと、はい、松市の産業を盛り上げようというイベントが、はい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 、なっていますが、はい、知多市の事業所さんだったりとか、はい、飲食店さんが、外の方にブースを並べまして、そうですね、たくさんお店出てますね、たくさん、はい、飲食店たくさんありますしね、はいはい、美味しいものたくさん食べていただければと思います。はい、工務店のなんとかのね、はい、技術とかも見ていただけたりとか、はい、まあ、地域の事業所さんのこういうことを作ってますっていうことがよく分かる会になっていますので、はいはい、お子様から女性の方までですね、はい、楽しめるみたいな。もう本当すごいたくさんの、ね、方がいて、毎年こんな感じでってことですね。そうですね、なるほど、はい、まあ、しかもね、ここはもう e スポーツの体験ということで、まあ、第2回目ということだと思うんですけど、まあ、前回と変わって今年さらにどういう点が変わってるとかありますか。はい、前回はやっぱりちょっとコアな方、コアな方、例えばリズムゲームが好きな方がぷよぷよをずっと座ってやってらっしゃる方、はいはいはい、まあ、初めてにしてはちょっと仕事絞りすぎたりところはちょっとあったので、はいはいはい、今回は本当に頭を使わずただただ簡単に説明を聞いてすぐ誰でもできちゃうっていうゲームを作りました。まあ、初めての方とかちょっとイスポーツどんなかなとかいう方にも簡単に興味で来てもらいやすい形って感じですね。はい、あ、なるほどなるほど、はい、なので本当に体を動かす系がだいぶ集まっているので、そうですね、いろいろありますもんね、はい、じゃあ一つずつまた案内していただけますか。はい、お願いします。お願いします。ここからは松井さんと一緒にイベントの様子を見て回ります。まずここなんですけど、はい、一体どういう場所になるんですか。はい、こちらはですね、ぷよぷよを使ってプログラミングをしましょうというブースになってます。ぷよぷよも一応プログラムの教室あったんですよね。そうですね、去年はユニティっていうユニティ、はい、はいはいですね、やってしまったんですけど、はい、今回はちょっと子どもたちでも、まあ、触ってるぷよぷよを使って簡単に作ってみましょうっていう、より親しみやすいところから始めて、まあ、プログラミングに興味を持ってもらいやすいだろうということで、まあ、皆さん一生懸命やられてますもんね、すごい興味津々で、本当に皆さん子どもたち本当にサクサク作っちゃってびっくりしてます。いや、すごいやっぱり興味があるんでしょうね、はい、やっぱり自分の知ってるゲームにプログラミングで変えれるということでね、で e スポーツを通じてこうプログラミングとかそういうことにどんどん、ね、興味湧いていくというのがまた e スポーツにどうかも分からない。そうですね、はい、教育にもつながっていきますね、将来の夢にも、はい、なっていきますので、ね、はい、はい、もう売れていただける機会はどんどん作っていく。そうですね、いいと思います。ありがとうございます。はい、はい、また場所が変わりましたが、はい、すみません、ここはどういう場所でしょうか。はい、ここはですね、3DCG 講座っていう、はいはいはい、何をしてるかっていうと、今ちょっと左下のアバターの、はいはい、アバターですね、自分で作ってます。そうです、YouTuber とか、はいはい、作ってるようなアバターをここで作ることができます。なるほど、まあ、3D の CG の加工ってことですね。そうです。なるほどなるほど、まあ、これは初めての頃みたいな感じですね。知多市では多分初めてになると思います。はいはい、で、こう一生懸命やっぱやられてますから、やっぱこれ子供でも簡単にできるような感じのものなんですかね。そうです、本当にバロメーターをいじるっていう形でできてしまうっていうものになりますので、本当に操作簡単です。すごいですね。あ、でもこういうのを体験できてしまうところですからね、素晴らしいですよ。作ってもらったアバターはお持ち帰りでダウンロードもできちゃうので、あ、そういうことですか。本当に、まあ、すぐ実況とかレビューができちゃう。へー、ぜひご参加いただきたい。なんかやっぱすごいです。なんかね、本当にでも関心しかしないって感じですけど、それをね、もう本当に子供の頃からこういうことがね、でこれ当然盛り上がってもらいますね。
皆さんこれ全員参加してね。いや、いいとこだと思いますね。ね、もうプログラミングとかこういうね、CG のこうデザインとかね、こういうのいろいろこう IT を使ってできるようになっていくっていうのは、いや、なんかね、ちょっと感動してます。今の子供たちも羨ましいです。いや、本当に。いや、いいなぁ。やりたかった。本当したい。して、教えてほしい。ありがとうございます。はい。また場所変わりました、はい、波動ですね。波動のモンスターバトルということで、僕実はこれ一回やったことあるんですけど、おー、はい、本当ですか。今回のイベントとしてね、この趣旨、これは趣旨ってのはどういうところがありますか。そうですね、本当にこれ誰でも簡単に遊べる。そうですね、楽しいですよね。そうですよ。で、拡張現実って普段、はい、遊ばないようなことを体験いただいて、ね、まあ、非日常感を使っていただいたと簡単操作で誰とでも、まあ、楽しめるっていうところで、まあ、はい、これからの時代としてバーチャルをなかなか子供たちも体験する機会ないですし ね、はい、こういうゲームというか遊びの中で、まあ、バーチャルも体験できるってことですね。僕もやった時すごい楽しかったんですよ。なんかやっぱ汗も出てくるし、やっぱりまあ本当に、あ、もうここまで時代が来てるんだなっていうまだまだ感じていただけるんですよね。はい、そうです。本当に最先端を遊んでくださいっていう、ね、そしたらもうこれでもバーチャルも体験できる、素敵ですよね。いや、もうぜひね、まあ、そういうバーチャル世界観をね、体験できるいい機会と思うので、ぜひ、はい、ありがとうございます。会場を一通り見終わって、せっかくなので先生もゲームを体験することに。体験するのはグランツーリスモ7です。3周走って一番速いタイムが記録になります。おー、怖い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 。常にフルスロットルなんで大丈夫ですかこれ。暑い。ああ、疲れた。ゲーム内では1位でしたが、他の参加者と比べると現在の順位は、今頑張ったですけど残念ながら2位。惜しい。もっとね、慣れてたらよかったんですけど、でもなんか今までやったなんかね、いろいろカーレースした中で一番なんか今日がやりやすかったかなと思いますけど、でも普段からもっと練習して次こそもっといいのを狙いたいと思います。また次やるみたいなので、その時ぜひいじって。ありがとうございました。本日いろいろご案内ありがとうございます。ありがとうございました。でも本当にこう、まあ、想像してた以上にやっぱりこう全体もそうですけれども、ここのイベントも盛り上がりっていうのがね、はい、すごいあったかなと思うんですけど、実際どうですか、去年に比べても今年のなんか思いみたいなのありますか。そうですね、昨年はやっぱり初めてってこともあったんで、はい、いろんな方に来ていただいたんですけど、はい、やっぱり今年もやっぱり e スポーツ少し定着してきたかなとは思いますので、朝からだいぶ並んでいただきまして。ああ、そういうことですか。はい、なんで今年もやりたいかなっていうのはすごく思っております。本当に皆さん笑顔でね、楽しんでいただけるというのは、こういう機会をこれからもますます。そうですね、今回は体験会、次は大会へ向けて。あ、いいですね。僕見ております。またその時も取材来させてもらいますんで、よろしくお願いします。お待ちしております、はい、ぜひ頑張っていただいて、僕らも応援していきます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。知多半島 e スポーツ部。日付変わって先生が次にお邪魔したのは、子ども未来館で開催された未来館祭りのイベントの一つ、子ども e スポーツ大会です。別のイベントに来ています。まあ、早速ですけども、まあ、引き続きですね、ここのイベントの中どんどん見ていきましょう。レッツゴー。詳しいお話を子ども未来館の林さんにお聞きしました。今回初めて e スポーツのイベントの中に含まれるということで、どんなイメージで最初取り組まれましたでしょうか。そうですね、まあ、e スポーツっていうのを、まあ、この e スポーツは私があまり、まあ、知り尽くしていない状況ですので、はい、はい、まあ、どれぐらいのお客様に来ていただけるかなっていう、まあ、その辺のところがやっぱり一番心配でしたけれども、はいはいはい、まあ、実際に、まあ、開館してという時にはもうお客様が開館前からもう中に入っていただいて、もう列を作っていただいたような、ここにそんな状況なんですよ。それはもうこんなにたくさん来ていただけるなんていうのはまず、まあ、想像もしてなかったというのが現状ですね。はいはいはい、あ、そうですか。はい、本当に私もちょっと今日初めてここには来させてもらったんですけど、すごいね、賑やかな感じですし、すごいなんか皆さんも喜んでいただいているような感じですもんね。そうですね、まあ本当に、いや、こんなにこう、まあ、
市の市民の方たちがね、はい、まあ、子どもさんたちにこう e スポーツをまあ体験させようとしてのそういう、まあ、親御さんたちのそういう協力も ね、結構あると思うんですよね、はいはいはい、やっぱりそういう部分が、まあ、この今回の開催にあたっての、はい、まあ、盛況ぶりじゃないかなというそんな感じがします。はいはいはい、こういうお子様向けのこういう施設においてやっぱりこうお子さんが安心してこれだけのやっぱり親御さんの方が ね、 そうですね、安心してできるという環境を千歳さんが今まで作ってきていただいて市民の中でそういうのが広がってきたっていうなんか入り口に立ってるような感じですかね。そうですね、まあやっぱりあの我々もねいろいろとこう周りからの情報なんかをね、はいはいはい、やっぱり聞き入れつつ内部での検討をしつつもうそういう、まあ、方向性に向いてるっていうものをやっぱり、まあ、こことしても、まあ、前向きに取り組んでいくっていうのが一番やっぱり必要なことではないかなというふうに感じますね。まあまあ、これも、ね、ずっとされてるイベントですもんね、コロナのイベントは。そうですね、はい、その中ではもうこれからもぜひぜひやっていただけるような感じですかね。そうですね、まあ、ぜひ、まあ、続けていく、いきたいと思ってますけどね。ありがとうございます、はい。まあ、早速会場に今入ってきましたがすごいすごいなんかいい雰囲気ですよね。なんかこう見てるこっちも暖かくなるような、なんかね、もう親御さんとかもなんか子供が運動会とかでなんかね頑張ってるのを応援してる感じだと、さっきからそういう姿がたくさんあって、こう入場の時からやっぱりお子さんになんかこう親御さんがこうさしてあげたいみたいな雰囲気だとか、実際子供がやりたいって言って、さまざまな形でですね、なんかこう皆さん集まってですね、なんか心温かく e スポーツをね楽しんでくれてると。で特にあの真ん中のところにあります、でそれぞれでこうランキングみたいなのを決めることでよりこう応援したいとか頑張れとか、そういう形でなんか e スポーツを本当に気軽に体験していただけると本当にすごいいい機会になってるっていうのが、もうちょっと僕これ見てちょっとここ暖かくなってくるような、そんな感じ、もうちょっと感動させていただいてますね。いや本当に素晴らしい会になってると思います。はい、ではもう2つのですね下のお祭りに、まあ、e スポーツとして取材に来させていただいたわけですけども、この2つともに共通しているのはそういういろんなイベントの中の一つとして e スポーツが取り上げられているというところですね。親御さんが安心して子どもの e スポーツをこう応援していると。まだまだ e スポーツっていうのは、まあ、ゲームというまだまだ悪いイメージがある中で、こう千歳さんのいろんな活動の中で、まあ、どんどん市民権を得てきたといいますか、こう皆さんがですね安心して e スポーツ、そしてその中でこう実際に家の中とかでそうただ単にゲームをするっていう感覚ではなくって、見る人横でやってる方、そういう方と一緒に e スポーツを通じてコミュニケーションができている、それをまた親御さんが見ているとか、そういう周りの方も応援していくみたいな雰囲気、まあ、これがまさに e スポーツの醍醐味のまさに入り口をなんか鑑みた、そんな感じがしますね。やはりこう e スポーツっていうのもこれからどんどん成長する中のこういう足元の地域の応援の中でもやっぱりこうイベントをすごく活用してですね、皆さんがもっともっと e スポーツに慣れ親しんでいただく、まあ、そういう本当にいい機会を得させていただいたと思います。まあ、これからも千歳市としてですねこういう活動をどんどん頑張っていただいて、私も応援していただきますので、これからも千歳市頑張ってください。また他のね市でもこういう活動ができるように僕らもいろいろ活動してですね応援していって広げていきたいと思いますので、これからも e スポーツね、下半島 e スポーツ頑張っていきます。よろしくお願いします。では僕しかいないので、では次回も下半島 e スポーツお楽しみに。下半島 e スポーツ部メディアス光10ギガコース始まってます。写真や動画のダウンロードが早くて快適、詳しくはご覧の宛先もしくは直接メディアスまでお越しください。